疲れです。よしうみチャンネルです。今回は、この動画では、焼きナスの作り方をちょっとやっていきたいと思います。こちらですね、ナス、簡単に焼いて、今回は浸し煮につけて、浸し煮するやり方でやっていきたいと思います。すごく簡単にできるので、ぜひやってみてください。では早速やっていきたいと思います。よろしくっす。そしたらですね、ナスに穴を開けていきたいと思います。まずは、お尻から刺していきます。はい、こちらのお尻から刺していきます。はい、こちら穴開けると、そうですね、焼いた時に、中で、蒸気の抜け道になるので、開けないで焼くと、結構ナスパンクしちゃうので、そしたら、こちらの皮ですね。皮に、切り目を、入れるんじゃなくて、ちょっと軽く線を引く程度に、あの包丁でキッパを入れていきます。3箇所くらいでいいですね。これしとくと、焼いた後に、冷水で皮むくときすごい剥きやすくなるので、まあ、穴だけ開けとけば、包丁目は入れなくても大丈夫です。あんまり深く入れちゃうと、今度、皮を剥くときに、ナスも一緒にこうバラバラになっちゃうので、軽くなぞる程度にしてください。次に、直火で焼いていきます。火が直接当たる程度でやっていきたいと思います。大体目安としてはそうですね、片面3分から4分くらいで焼いて両面焼いていきます。はい、そしたらですね、次に、焼きナスをつける字ですね。焼きナスの漬け地を作っていきたいと思います。通常ですとちょっと出汁を取って出汁で使うんですけど、今回は、水から簡単に、そうですね、大体 200cc 分漬ける分だけ作っちゃいます。今火にかけてるんですけど、大体割合として、出汁が10、薄口1、ミリ1の割合でやってるんで、これ水 200cc 入ってます。なんで、薄口醤油とみりんを 20cc ずつ入れます。で、そうですね、大体昆布が5センチカットで切って、水につけといたやつを一緒に火にかけていきます。沸いてきたらですね、このようにあのリードペーパーにあの鰹節を入れて、くるんでいきます。で、直接ここに入れちゃいます。まあ、これだと、少しの量だと一時出汁となっても、まあ、追いがつおの要領で、使う分だけ漬け汁作れるんで、結構楽です。これでもう沸いてきたので、あと火を止めて冷まします。これが焼きナスの漬け汁になります。今回はですね、直火で、強火で直接焼いていってます。で、表面はですね、白く粉が出るくらいに、しっかり焼いてます。そうすると、中に焼きナスがしっかり茶色く焼けて、香ばしい香りがしっかりつきます。で、あとこれだともう焼き上がってるので、あと冷水にとって、皮を剥いていきます。あとしっかり焼いておくと、結構皮剥きやすいので、で、これを冷水に落として皮を剥いていきます。そしたらですね、皮を剥くときは、そうですね、だましだまし剥いていくと、綺麗に剥けます。いっぺんに剥こうとすると、あの夏自体がバラバラになっちゃったりするので、ゆっくり剥いていきます。はい、そしたらですね、こちらをナスですね、こちら、軽く、水気を切ってもらって、先ほどの漬け地ですね、こちらに漬け込んでいきます。
これで、漬け込んで、そうですね、冷蔵庫で1時間くらいちょっと寝かして、味が乗ってから食べると美味しく、召し上がります。はい、こちら焼きナスを今盛り付けてます。はい、今回はシンプルに、おろし生姜と、かつお節だけ乗せて仕上げます。はい、こちらで、焼きナスの完成になります。